僕ですね、今日ね、実はね、こう前回サンズアンプの ね新旧対決をやったわけですよ。なんだけど、実はですね、こうベリンガーっていうメーカーね、そのカイロをそのまま移植して安く売ってるよっていうなんかジェネリック的なねメーカーがあるんですよ。そちらが発売してるサンズアンプのモデリングっていう、なるほど、あるわけですよ。はい、はい、ね、つまりですね、この中に一つ偽物がおるとあなたたちはそれを見つけることができるんですかっていう、ちょっとそういうクイズをやってみたい。怖すぎる実際どうなのか正直わからん。本当にどうなるかわからない。正直わからん、まあ新旧はねわかるとは思うんだけどね、うん、ただね、旧とサンズの方は、はい、特にこのサンズの音も旧の方なんですよ、仕様としては。なるほど、はい。なので間違いなく旧、どっちが旧なんだろうなみたいな感じになるかなと。はいはい、ね、もうこれが当てられなかったらもうなんか あれだろ。やばいよ。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいやつだね。結構それなりに今まで頑張ってきた自分のベースシストとしての箱が剥がれてしまう可能性がある。なんかさ、うん、俺がやろうか。あれ？ちょっと待って。だってさ、考えてみ、俺ベース全然弾かねえ人間がさ。うん、なんかプレイヤーにのし上げられて、うん、なんかこいつ結構ベース弾いてんじゃんなのに俺が仕切りますみたいなことになってますね。なるほど、なるほど、なるほど、それは確かにいいかもしれない。ちょっと確かになるほどねえ、違う、俺がもうすぐみたいな。違う、そういうじゃない、そういうつもりじゃない。今まで振りだったってことですね。なるほどとか言っときながら、いや、俺やるよみたいな振りですよね。本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。そういうんじゃないんだよな。マジでやってんのそれ、マジで。いや、やってらんねや。こちらで、はい、今回は大丈夫ですか。はい、はい、ではまず弾きましょうか。はい、はい、ちなみに弾くのはなんか指弾きとかスラップ両方試したりとかしていいんですか、ね、いや、もう当てるために弾くって感じです。いいですか。ありがとうございました。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあこれまず A ですね。はい、はい、真剣なね、面持ちで聞いてましたね。じゃあ、はい、今度は俺の方ね、ピクピクで、はい、チェックだよね。知りません。いや、このね、まあ、あくまでこれが基準じゃん。これは基準。これに対してどういう音が出てるかだよ。これ怖いよ。あ、そうです。次 B。 はい、はい、 B です。はい、いいか、はい、いいか、はい、
はい、頼むよ、チュール。チュールにかかってるよ、ちょっと。はい。じゃあ、これが B ということで。はい、B。はい、聞かせていただきます。自分は大丈夫です。オッケー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 。ちょっとちょっと待ってください。すいません、ありがとうございます。そう、これがどっちかだよね。そうなんですよね。じゃあ、行きます。確認してますね。確認しかして、はい、確認しかして確認ですね。もうだってお自分たちの音の一つ一つをねもう確認してます、ね、怖いよ。じゃあ最後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 、はい、最後はい、OK、はい、これ C ですね。これがラストだ。はい、いいですよ。いいですか。はい、これが C ですね。 C、はい、じゃあ行きます。いや、これ厳しいな。ちょっと思ってたのと全然違う。違った。C は、おそらくこう来るだろうなみたいなあって。あった。それが、ちょっとすげえ外れた。外れ。ほうほうほう。マジか。これは外れてしまった。やばいな。はい、ちょっと。いや、ちょっとやりますね。はい、
はい、それではどうですか。どうですか、はい、さっき翔太郎さんが言ってた通りなんですけど、あの B を弾いてみて、A、A を弾いて B を弾いてみて、はい、そう、あって思ったよね。あって思ってそういうことね、はいはいはい、はいはい、これちょっと思ったより簡単だなだって思ってで、からの C があまりにも予想と違ったのね。もうさっきも言ったけど、違ったんだよな。あのね、もっと C はペライかと思ってた。ああ同じく、ね、同じく C がペラかったら、ああなるほどこういうことになってもすぐ分かった、すぐ分かったんだけど、はい、C がどれぐらいペライかによるか。そうなんだよね。いやただね、歪んでたね。歪んでたな。がっつり歪んでたし、ローも出てたし。なるほど。どうです、やっぱり難しかったですか。いや、むずいです。ああ、それを俺にやらせようとしてた。いや、もう完全全一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 A はシン、うん、そう、 B はベリンガー、うん、C が Q のサンズアンプで同じ回答です。回答は揃えたんですね。わー、マジか。なんだけどなんだよね。なんだけど同じ回答なのはいいけど、多分俺もそうなると思った。それはそう思った。あのね、正直ここ二人の意見は合うだろうなと思ったけど、それが正解してるかどうかは別なの。別なの。別物。いい、怖い。どうなんだよ。さあ、ベーシストとして盛り上がってました。ベーシストとしてちょっと待って、ちょっと待って、その引っ張り方はやばいよ。その引っ張り方まずいよ。そうなんですよ。その引っ張り方はちょっとやばい可能性あるよ。ちょっと回答も一緒ということで、はい、まず、はい、A、 A、おい、あ、もう怖いよ。早くしろよ。このね、リアクションを楽しむ状態なんで今、はい、殺すなら早く殺してくれ。じゃあもうサクッといきます。はい、あなたたちはそれを見つけることができるんですか。これが当てられなかったらもうちょっと恥ずかしいやつ。ベーシストとしてのハゲが剥がれてしまうかもしれない。まあ、そうっすよね。やっぱだって持ち主ですから、ね、これお金出して買ってんすよ僕はみたいな。新旧はね、分かると思うんだけどね。 A 9、うわー9サンズアンプ。ちかマジで9の9でした。はい、おーい、くー、嘘でしょ。やべえ。俺今度から9使おうかな。エフェクターボードに9入れてこうかな。マジ9でした。一番最初に押したのがこの真ん中なんですよ。マジか。はい、で、そうで、 B、 安心してください、ベリンガーです。あー、なるほど。それはよかった。よかった、はい、そこだけ保たれたか。安心してください、ビリンガーでした。あれマジで、C が、シンですね。シン、サンズ感すごくない？すごかった。だから俺も、押した瞬間に、あ、こういう感じになる。しめしめって思われたってこと。マジで？はい、うわ、あ、こういう感じになったっていう。マジで大した違いないぞ、これ。マジか。ああ。
うわはい、これやばいね。やばすぎる。なんかさね、この前の動画であんなに息を言おうとサンズアンプについてドヤ顔で語っててね。やっぱりサンズの歌はサンズとしてみんな。そうそうみたいな。だから俺としては、まあ、A 押した時に Q、うんうん、サンズ感全なんかそんなに出てなくて、うんうんうん、あやべってなったよ。あなるほどね。あこれやばくねってなって。B はやっぱなんかペライなーで C の最後押した瞬間にあゴリッときたな、これは怒涛の展開と。いやーマジかー。まあもしかしたらそのさほぼ同じ設定にしたのよ。なんだけどそれがその Q だとちょっとサンズ感が出てくるこうピークのポイントをあんまり言ってなくて、ね、EQ は同じ設定にしたんだけど、だそれが結構シーンは早めに結構サンズ感が出るみたいな、そういうことだったのかもわからない。いやでもちょっとマジか、見苦しいですね。いやこんな結果になると思わなかったからさ、一瞬回答が2人とも揃った時に俺よっしゃよかったーって思った、よかったーって思った。そうだよね、どう考えてもそうだよねっていう。よかったーと思ってんじゃん。マジかマジか。はい、引くわー、引くわーやられた。いやでもね、まあベリンガーを見事まあ言い当てたということで、ベリンガーはねさすがにね、まあ、うん、見事なんとかねベーシストとしては一応単位をもらえたから。あの何かかだね、かだね、かはもらったけどちょっと U はもらえなかった、 U はもらえなかった。そうなんだ。まああのあえて C というのはやっぱベリンガー、俺さっきもねロイヒには言ったけど、そのやっぱこうペラくなっちゃう音がね、ペラい感じとか、うん、こう歪み感みたいなのはやっぱ少ないよな。少ないじゃん。うん、だからあのベリンガーは結構3000、4000くらいなんで、だこれをサンズアンプの代用として考えるのはやっぱ微妙かなって、正直思う。自分もベース今その指弾きでピッキングした時の音で、うんうん、他の2つの方は、うんうん、この硬い芯にこうサンズ音をコーティングしている感じはあったんですけ ど、それがやっぱりまだなかったかなって思ったので、そこは自信持って一応行きました。そうだね、俺もそこは。いやまあ相当ショックを受けてらっしゃいますけどね。いや、ショックしかないでしょ。ねえ、なんかこの企画面白かったけど、もう一回ね、なんか…いや、でもこれ企画自体はマジで面白かったです、これね。これもうそんな、もう今度からドヤ顔でレビュー動画なんてあげらんないですよ、もう。うわぁ、えぐっ。うわぁ、まあそんな感じでね。記念すべき第1回が。記念すべき第1回。まあちょっとなんか、もしその似たようなことが、あの似たような企画とかがちょっとできそうで、ちょっとね、あのぜひ案も出していただいて。やっていこうかなと思います。いやちょっともしかしたら俺この後自分探しの旅に出るかもしれない。でもみんなもやってみりゃ分かるよ。めっちゃむずいからこれ。いやそっか、いやなんかもう言葉が出てこないんで、ちょっと締めの言葉もらっていいですか。いやてかね、まあいろいろぐじょぐじょ言ってたけど、やっぱり言い訳にしか聞こえませんので。はい、すいません、はい、すいませんでした。では、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや俺これ絶対いけると思ったんだけど。マジか。